はい、おはようございます。フォルテです。チーズ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 、カマンベールチーズ。今日の歌を歌います。好きや。好き好き好きよ、私は好きあげた。好きや吉野や松野や、俺はその中でも好きやが好き。はい、フォルテです。ね、今日はなんとすき家を買ってきました。ババン、メガ。いやー、デブ以来だよ食べるの。ちょっとメガチーズ牛丼買ってきました。じゃん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 。サムネ撮影します。よっしゃ。はい、ちょっとチーズ牛丼のメガを食べるのは初めてです。いつも普通のメガなんでね。タバスコをぶっかけていきたいと思います。タバスコ、あめっちゃ手に散った、最悪。今実家に帰ってるのでね、ちょっと手を拭いていきたいと思います。お母様、手が汚れたよ、手が汚れたよ、お母様。よっしゃー、食べていきましょうか。さあ、おお、このチーズ。一口目いただきます。うめぇ。なんでこれ、こんなに美味しかったっけ。チーズと牛肉を絡めて、大きな一口でいきます。うめぇ。うめぇ。このな、牛肉とタバスコとチーズのその組み合わせがな、ちょうどいい、ほんとに。こんなのなかったっけんね、本当に。俺が中学生の時とか、すき家自体はあったんだけど、チーズ牛丼でもなかったっけんな。俺が小学校の時とかよく吉野家とか行っとったけど、トッピング自体がまずなかったっけんね。うめえわ。ほらこれ超美味しそう、この肉の量。うめぇ。こんなに牛丼って美味しかったよね。久しぶりに食べた。うめぇ。ちょっとね、コメント欄で嬉しいことにね、フォルテ君と一緒にご飯を食べてますっていう人がおったけどね、めっちゃ嬉しくてさ、もうガンガンやっていく。これ大好き。まだ食べてばっかですけど、許してください。うまっ。このね、甘じょっぱいこの牛丼のタレとチーズがすごくハーモニーして、あ、ピアニストだからってハーモニーで使ったわけではないです。本当にうまくオーケストラ、あ、美味しくてたまらんのんすよ、牛肉。多分ね、このすき家の牛肉自体多分安い肉だろうけどね、美味しいんだよ。味覚がわからんけど美味しい。
味しい。うわ、美味しそう。食べんないけどさ、なんか岡山に帰ってきたら食べるよね。家の近くにあるっていうか分からんけど、うめえこのご飯の量。でもさ、時々このメガかキングか分からんけど、この量を平気で3個も食べる YouTuber どころってすごいよね。まず何でそんな食べれるんっていう。うめえやっぱ。はーい、お茶やな。めっちゃ美味しいわ。コーラをたくさん飲んでたらコメント欄でコーラはやめましょうってめっちゃなんかコメント欄来とって、そんなにコーラって害悪な。チーズがうまっ。そんな解約なの？うまい。人工甘味料ってあれ結局のところあれないの？なんか味覚をダメにするっていう。おいしい、この牛肉、この牛肉、この牛肉。うめえ。みんな好きや、吉野家何派？俺的にはやっぱすき家派なんよね。なんかやっぱ安いのと、なんかやっぱりもう昔から食べてくる件かもしれんけど、吉野家はちょっとな、値段コスパが悪い。美味しいやろうけど、食べたで。昔からすき家を何回も食べた。愛媛におる時も飲み会帰りとかに大体いつもすき家寄って帰っとった、みんなで。まあね、みんな足りんけんね、居酒屋寄ったら。帰りにすき家に寄って帰って食べて帰るのがもういつものルーティンやったら。それかマック。マックでみんなビッグマック食うたわ。懐かしい。多分もう友達たちは忙しいけん、YouTube とかそんな見てないやろうけど。なんか、うん、大変って言ってた、本当に。うめぇ。うますぎる。うますぎん。余裕で完食。
生姜だけちょっと食べよう。このね、生姜が結構好きで、生姜とかかんぴょうが結構ね、ポルテ君は好きなんですよ。寿司屋のさ、かんぴょうとかめっちゃ美味しくね、美味しいとこと、まあ、まずいとこで結構分かれるけど、やっぱね、美味しいところはやっぱ寿司も美味しいなってイメージがある。結構ね、こういうのもね、細かなところなんだけどね、結構ね、食べるときに見てしまうよね。なんかやっぱりすき家で生で食べた方が美味しいわ。なんかやっぱテイクアウトのこの生姜はそこまで美味しくない。なんかあのすき家のいつもの食べてるね。いつもだからテイクアウトは基本せんけんね。はーい、ごちそうさまっちょー。今日はこんな感じですき家を食べてみました。久しぶりに食べたらめちゃくちゃ美味しくて、やっぱりテイクアウトよりもすき家で食べた方が美味しいですね、うん、皆さんもすき家行ってみてください。チーズ牛丼、僕のおすすめです。それではありがとうございました。マッチョ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